2001年1月に地上に落下したスター48の残骸と現場を調べるサウジの検査官スター48はニューホライズンズ探査機等多くの探査機や人工衛星の打ち上げに使用された固体燃料ロケットである通常は上段ロケットとして使用されるサイオコール開発生産48は燃料のおよその直径に由来する 派生型ではこの数字の後に一つかそれ以上の文字や番号が社内整理番号の末尾に付けられる。サイオコール社内では初期はテームマイナス711、後にテームマイナス799として分類されていた。説当時、t はサイオコールの略で続く文字はロケットエンジンを開発した部門を意味している。この場合 E はエルクトン。 MD を意味する。なお採用オコールは、スター48の他に、スター37やスター40も開発している。スター48が、最も一般的に使用された例は、スペースシャトルとデルタ2の上段である。他のロケットでも、同様に使用されるが頻度は低い。シャトルは低軌道までしか衛星を運べないので、より高い軌道へ衛星を投入するには、 スター48を備えるペイロードアシストモジュールが使用された。静止軌道へ投入するためには最終的な運搬手段を必要とするので、このような任務においてはスピン安定式の上段ロケットとしてスター48が使用される。衛星と結合したスター48はシャトルの貨物室やデルタロケットの頂上部から放出される際にターンテーブルを用いて、 およそ毎分60回転のスピンを与えられる。通常のスター48ではエンジンの燃焼後に洋々でスピン技術を使用して回転を止め、その後衛星を分離する。派生型のスター4 8トは噴射中に三軸姿勢制御を可能とするための水力、変更ノズルを装備している。スター 48V は1995年に 打ち上げに失敗したコネストがロケットとミノタウロス4ロケットの上段に使用された。アンタレスロケットのオプションとして使用できる3段にはスター 48BEV が用意される。スター 48BEV はデルタ2ロケットの3段やパムで使われたスター48バイトに水力変更式のノズルを採用したタイプである。スター48エンジンは ニューホライズンズ探査機の打ち上げに使われたアトラス V ロケットの3段目にも使用された。この上段ロケットは探査機を分離した後探査機本体が木星に到達するより先に木星軌道に到達した。2015年には冥王星の軌道と交差して200、100万キロメートルまで接近する予定である。1993年に GPS 衛星の打ち上げに使用されたスター48パムは2001年1月にサウジアラビアの砂漠に燃え尽きずに落下した。ありがとうございます。